Lai Lai Lane。 Lai Lai Lane。はい、皆さんこんにちは。はじめまして、パート先生と言います。今日はライとレイっていう動詞を使って自動詞他動詞の違いを見ていこう。それでは早速ステップ1。ステップ1ではライとレイっていう動詞の変化を覚えてもらう。とにかく声に出すことが大事。ライ、レイ、レイン、動詞の変化を覚えるときには必ず声を出すこと。書きすぎるといいことはないぞ。さあ一緒にライ、レイ、レイン。嘘をつくっていう動詞もライっていう動詞だけども、あれは規則変化、これは不規則変化、別の動詞だ、要注意。お次はレイ、レイ、レイド。ペイっていう動詞と同じような変化をするね。ペイ、ペイド、ペイドの感覚でレイ、レイド、レイドだ。声に出そう。レイ、レイド、レイド。いいか、単語を覚える時ってのは声に出すことが大事だ。声に出して初めて気づくことだってたくさんある。次のステップに行こう。次は自動詞と他動詞の違いを理解してもらおう。他動詞っていうのは直後に目的語を置けるもの、つまり何かを V するみたいにね、使えるのが他動詞。一方自動詞っていうのは直後に目的語を置けない、だから前置詞句が続いたり、あるいは主語とイコール関係を作るような名詞や形容詞が続く。さあ次のステップ、ここでやっとライっていう動詞の意味を教えるね。ライっていうのは横たわる、寝るっていう意味の自動詞。例えばライオンの上に横たわるって言いたければ I lie on a lion と言えるわけだ。 lie on とライオンが韻を踏んでて、うん、覚えやすいね。一方レイっていう動詞は他動詞、何かを横たえる、寝かせるっていう意味の他動詞だ。例えば赤ちゃんをベッドに寝かせるって言いたければ I lay a baby on the bed というふうに言えるわけね。レイの後ろに a baby という目的が来てる。さあこれで終わっちゃもったいない。ここでちょっとした奇跡が起きていることに気づかないか。ライという動詞は横たわるという自動詞だが、このライのアーノードと横たわるのアーノードが一致してるじゃないか。一方レイはどうだろう。レイの A ノードと横たエールの A ノードが一致してる。僕にはこれがただの偶然には思えないんだ。実はこの現象というのは他の動詞にも見られるんだ。ライズっていう動詞は太陽などが昇る、上がるっていう時に使う自動詞。Rise, rose, risen っていう風に不規則変化をする。一方 raise っていう動詞は raise your hand で覚えてるかもしれないが、何かを上げるっていう意味だ。この rise の R の音と上がるの R の音、それから raise の A の音と上げるの A の音が一致してるではないか。これをただの偶然で終わらせるのか、あるいはその奇跡に感謝して覚えるのに役立てるのか、それはみんな次第だ。そしてここで覚えた知識だけで問題が解けるかというとそうではない。別の文法事項と組み合わせて出題されるわけだから油断をしないように。最後までご視聴ありがとうございました。また会う日まで、バイバイ。